ライキジョーンズです。今日もやっていくんですけど、今日はですね、こちらのアーマードナイトチャレンジやっていきたいと思います。ということで、こちらのチャレンジなんですけど、ヒゲと鎧をアップグレードした限界突破ナイトがアリーナに早速登場しますということで、まあシンプルに、限界突破ナイトを使うだけの、チャレンジになってます。はい、ということで最強デッキはこちら、はい、という感じでね、まあこのデッキがマジで強いです。ってことで行きましょう。このね、ナイトミニペの、形のスパーキー、まあレイジザップっていうね、まあ最近だとこのレイジザップがすごい流行りなんだけど、まあ今までねそんなにやってなかった人からすると珍しい構成かもしれない。で、中身なんですけど、まあガゴと、あとなんだっけな、そうフェニックスじゃなくてガゴだったんですよ本当は。なんですけど、まあ環境ね、ちょっとライドラゴレとかもちょっと多くて、あとネクロとかがね結構いるんですよ、なぜか。そうなので、まあ、多分ネクロ好きのね、人が結構集まっちゃってるところな、あるんで、まあ、フェニックスの方が、俺は安定すると思います。まあ、ガゴムレとかもね、フェニックスレイジで飛ばせたり、まあ、突破したりもね、できるんでね。あー、これ嬉しいなー。これは、スパーキーでかっ飛ばします。まあ、とにかく、このスパーキーの極意としては、今みたいなのをザップとかをね、使わないで、ちゃんとね、そのダメージを許容しつつ、もうとりあえず、攻めだけを考える。もうこれだけですね。本当に。でこれはね、テスラ潰しの呪文を言ってあげて、まあ、あとはこれで、レイジ打つだけでいい。おいしょ。はい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 。あとはスケが来るんで、ザップ打って、かましです。これでいいんです。もう本当に攻めだけを考える。でこれ同時にね、攻められたらとかね、まあ、そんなの考えないですね。本当に。まあ、ここで、来たら、まあ、スパーキ受けかな。スパーキ受けしたら、おられはしないと思う。こうやってやるとね、あれ待って、真ん中の位置取られてない。おられはしないと思う。どっか行ったけど、まあまあまあいいでしょう。でこのターンはそんなにですね。で、このスパーキーデッキの天敵がね、まあ個人的に2つあって、ロケットとライドラなんですよ。まあ、なんですけど、まあ逆線にね攻めてきたらこんな感じで誘導してあげるとスパーキーでねガンって打てるんで、まあおすすめっすね。はい。で、ロケットとライドラなんですけど、相手には、ケツスパーキーは基本しないで、ケツゴブジャイですね。まあ、なんか、ジャイデッキっぽい感じの立ち回りをするといいと思います。もうだから、スパーキーは忘れる。で、まあ、ロケットをね、そこに、まあ、なんだろう、ミニペ、ゴブジャイの形とかに、まあ、ロケットとか打ってきたら、スパーキー出すみたいな。そんな感じでやるとね、いいと思います。まあ、今回はね、ロイホグ5なんで、スパーキーがね、ガンザサリするんで、まあ、唯一鬱陶しいのが、ロケット奉仕なんですよね。なんで、こうやって手札回して、ロケット奉仕にだけは、レイジザップをね、即出しするっていうのを意識するといいと思います。まあ、枯渇相手の時とかもね、意外と、まあ、マザネク後ろにつけてたら、まあ、枯渇はね、基本ロケット、なんで、で、ナイトは、まあ、ミニペイとかでね、突破できるんで、ギャングとかを、まあ、普通にマザネクつけておけばね、突破できるから、まあ、レイジザップとかも意外とプリンセスに打っちゃうのもありだと思います。手が届かないんでね。で、その、マスケとか、まあ、マジアジャとかね、レイジザップで絶妙に死なないようなやつは、まあ、とにかくその、まあ、なんか、レイジを普通に足元に打って、ザップをスケとかヤリゴブにパンって打って、シンプルにゴブジェイスパッキーを通すっていう感じでやるといいと思います。ちょっとね、早口で喋ったんでね、何が何だかわかんない人も結構いると思うんですけど。まあまあまあ。そんな時は、センスで頑張りましょう。やっぱね、なんか、いっぱいね、伝えたいことがあると、なんか、オタクっていっぱい伝えたいことがあるから早口になるらしいんだよね。巷の噂によると。だからね、そういうところがある。さあ、まあ、ここはね、ちょっとロケット持ってるかわかんないんで、でも、あ、これ無視します。キング起動したら基本、単体の、こういうバレルとか、無視します。まあ、ホグだったらミニペ出すかなぐらい。割れると、あとなんだろうね。まあ、こういうの無視だね。まあ、これはキング起動関係ないんだけど、もうなんかアドでしかない。で、ここはね、一応ちょっと、かましときます。はい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 。まあ、ちょっとあいつ鬱陶しそうなんで。横ブジェが入る。いや、めっちゃいい。こいつ見てください。硬いんですよ、マジで。バリカタなんです。で、ここら辺でギャングが来ると思うから、OK。いけ !OK! 一回これスキアにたぎったら OK いいね。で、ここはギャングが来ると思うんですよ。なんで、マズネクで読んじゃいます。
ほらね、来たでしょ。こういうことなんですよ。で、こういうことやるとマジで怪しいっていうね。まあでもね、フェニックスが意外とそのゴブリンを一発で倒すから、こういうナイトバレルとかね、された時は、これ無視だな。こっちに来たら、ここにフェニックスを出すとね、チュンチュンチュンってね、3回攻撃で倒してくれるんで、程よいっすね。これギャング。ギャングじゃねえ、スパーキー。で、8枚ギャングとか来たら、まあレイジとか打っちゃってもいいかな。まあ1本折った後は基本この守りのね、展開をしていって、いいと思います。フェニックスに打たしたいんだけどね。オッケー。いや、素晴らしい、これ。オッケー。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。いいよ。さあ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 。これで、もう一発、かまして。これなんかつけてきたら、オッケー。おー。深い。それは。さあ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 。もうこんなんね、折られてもいいんですよ。もうとにかく許容。こんな感じで。はい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 。で、これナイトね、ムキムキナイトなんで、パリパリいってるんですよ。でこの辺で延命されそうなところで、フェニックス出して、コプチャイ出せまーす。で、ここで、あ、めっちゃいいこれ。レイジ打ってザップって、はい。いや、これも仕上げでしょ。で、ギャングが来るところをマズネクで勝っていきたい。これ、2体当たんのかな？あ、当たる。さあ、これは、スパーキーで、ジジイありがとうございますと。はい、いう感じでね。まあ、今みたいに、もう守りは雑でいいっていうのが、このデッキのいいところですね。適当でいいんですよ、守りは。とにかく、攻めを適当にやると、負けます、このデッキ。攻め刺されないのに、うわーって全部追加したりとか、やると、カウンターでね、まあ刺されないのにっていうと、まあインフェとかに守られるのはぶっちゃけしょうがないんですけど、なんかライドラトルネにまとめて守られるみたいな。ユニットで守られるのがめっちゃしょっぱいんですよね。そう、カウンターが来ちゃうから。だからインフェとかだったら、まあ正直ね、もう本当にケツスパーキーして足前ゴブジャイミニペレイジして守られても、まあそんな派手なカウンターは来ないんで許します。なんですけど、いやこれしょっぱい。さあこれ相手やりすぎですね。足前スケブからの、これはスケブ使ったんで、ここはザップでいいタイミングで打っていきます。でこれね、見てください、ゴブジャイね、マジバリ方なんで、本当に見てください、マジで溶けないんですよ。こっから溶けないってすごくない？本当に。はい、いいね。で、ナイトやり5分になると。素晴らしい。あ、拍手してる。ほら、素晴らしいって言ってるわ、相手も。で、もう一回ケツにね、スパーキーが回ってるんで。まあ、これこっちかな。で、これ左側を、なんか、数系で攻められたら、こことかにマズネク出すと、なんかワンチャン攻めウッドとか攻めザップ合わせられて突破されちゃうんで、こことかに出すんですよね。そうすると、タワーで全部受けて、マズネクでね、回収して、相手豚まみれになるんで、結構おすすめです。ここは、まあ、ナイトとスケブがあったんで、まあ、スケブで受けてくるだろうから、ねえ、まあ、一発目はね、しょうがない。これ読みで打って外したらね、しょっぱいんで。で、レイジで、あ、オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。復活するか、これ。いや、しない。さあ、で、こういう時は、ケツコプチャイですね。コプチャイを出します。で、もう一回ここら辺にマズネクをちょっと構えておくと。なんだろう、相手の、わかんないね。なんか、てか、結構死んでるから泣いて。そこはナイト。ナイトミニピ行っちゃうから、ザップあるし。これ、スケブサイト後なんだね、相手。よいしょ。で、これの半分ぐらい減ったところで、いや、ちょっと、まあ。で、これはね、これミニピレイジの、ミニピレイジじゃない、ザップレイジの強いとこね、これ。ザップを攻めに使った後も、レイジが打てると。逆もしっかりですね。なので、そんなね、スケブとかギャングに怯えなくて済むっていうのがいいところ。オッケー。毎回ザップ持ってるんでね。一回はスパーキーのスタンが食らう。いや、これ美味しいなぁ。これ美味しいなぁ。進化ないとね、単体でタワー折れるんで、こいつを単体でね、逆サイドに走らせるっていうのは、また、趣があります、これ。でも、ここは、もう、ザップまで打って突破しちゃいます。はい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 。で、これは、ミニペ出して、これいじって、さあ、レッツゴー。さあ、いいよ。オッケーオッケー。これもあとランバーぐらいしか受けないんで、はい、ジジイ。ありがとうございますと。はい。めっちゃ簡単っすね。マジで、やっぱね、俺がこのデッキを紹介するときに一番心がけてることね。簡単なこと。これめっちゃ大事です。これね、正直、ナイト入りのデッキっていうと、超うまい。レート3000以上の人とかだったら、まあ、マジアチャウォールブレイカーとか、
まあそういうのが一番結局安定するのかな、本当に。もうマルチの上位帯でね、なんだろう、勝てるようなデッキがまあ一番安定するとは思うんだけど、まあ全員が全員ね、俺もマジアチョウォールブレイカーってそんなに使いこなせないんで、って考えた時にね、やっぱりこういうデッキの方が、でこのデッキはね、まあ、勝率1位に並んでたのと近しいデッキなんで、まあそういうデッキの方が使いやすいのかなと思うんでおすすめですね。マジアチョウォールブレイカーとかを攻め込むと痛み見ます、マジで。よいしょ。OK、一発豚になってる、美味しい。いや、いい。いいよ。いやー、マズネクも一発殴ったら未来変わってたな、これ。でも豚になるからまた竹が取れる。もう一枚来るよね、多分。OK、これミニピー行きましょう。いや、これ同彩でもよかったな。でも、ここは縦線切ってない時っての、エリクサいけないんで、受けが渋そう。OK、OK。ここで、大人はこうなんですよ。大人はこう。見せてください、これ。普通に守られると思います、多分。ギリギリ。おっと？守られない。あ、いや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 。施設が相手、ヘニャヘニャなんで、これしょっぱいね、相手。で、ここで達戦が回ってるんで、もう一回達戦にね、雑砲打ってあげたいところ。おっと？で、ここでタギを変えるんですよ、豚に。オッケー。待って。いや、それは話聞いてない。さあ、まっただ。いいよ。まあ、スパーキー。相手なんだろう、デッキ。あ、これは、なんか後ろに来ますよっていう顔してるんで、この辺にね、スパーキー出してあげると。いや、全然来ない。ちょ、待って。俺の読みを外すことに特化してる相手。読みは当たんないけど、なんか。読みは当たんないけど、だとしたらしょっぱいみたいな行動めっちゃしてるわ。まあ、一旦ナイトでね、壁作ってあげて、でもやっぱ壁いらないんで、からの、マズネク。からの、モレージまで行っちゃいます、これ。いけ！レッツゴー！で、これミニペー、真ん中、ちょっと刺さるかな？いいよ。いや、これは縦線があるね。ギリ延命されるか、これ。されない。いや、これナイトがね、見て、こんな感じで、簡易的にね、いい感じになってくれるんですよ。さあ、オッケー。で、これは、檻があるものの、相手しょっぱいはず。いや、しょっぱそう。いや、泣いてる泣いてる。オッケーオッケー。いけ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 。これミニペ出して、走りましょう。いや、これいけるかな。いや。2発なーってことでね。めっちゃ微妙だけど、このね、アーマードナイトチャレンジ、完全攻略ということで、いつもスクショ忘れちゃうから、スクショタイムしとこう。OK。ここもしっかりね。OK、これでスクショ取れる。さあ、ということでね、やっていったんですけども、まあ、こんな感じでね、シーズンパス取ると、いっぱいいろんなやつが無料でね、買えるんで、俺はまあ、欲しいのがシャードぐらいかな。他のやつは買ってあるから、なんですけど、ぜひね、皆さんも、完走してない人の方がね、多いと思うんで、で、12月ぐらいにね、なんか、レベルが、もう一個上か、15レベルが出るっていう、まあ、噂が立ってるんで、まあ、そこにね、備えて、絶対に、シーズンパス集めといた方がいいと思うんで、頑張ってください。ってことで終わります。お疲れ様でした。